FIA 会長のモハメド・ベンス・スライエムは、キャデラックが、独自のパワーユニットを製造することを約束したことを受けて、アンドレッティの F1 入札は、スポーツにとっていいことだと主張した。アンドレッティグローバルとゼメラル・モーターズは提携し、既存チームからの不承認にもかかわらず、グリッドの11番目のチームとして、このスポーツに参入することを目指している。彼らの取り組みは、キャデラックが、2028年シーズンから、F1 パワーユニットメーカーとして、 FIA に正式に登録するなど、大きな後押しを得ている。両ブランドは、現在、FIA の承認を受けて、F1 からのゴーサインを待っているところだが、最終的な決定がいつになるかは不明だ。ベン・スライエムは、アンドレッティとキャデラックの陣営を小高に支持しており、アンドレッティが、パワーユニットの開発が進行中であることを認めた後、このニュースを歓迎した。スポーツに適した象徴的なブランド。GM が、 FIA、F1 の PU サプライヤーとして登録したというニュースを嬉しく思うと、ベン・スライエムは、X、以前はツイッターに投稿した。これは、FIA の PU 規制をさらに支持するものである。象徴的なアメリカのブランド、アンドレッティと GM の存在は、このスポーツにとっていいことだ。キャデラックの名前が冠されているゼネラルモーターズは声明で、このスポーツに迫り来る新たな規制に向けて、エンジンの準備を開始したと述べた。 ゼネラルモーターズのマーク・ロイス社長は、我々の新しいアンドレッティ・キャドラック F1 エントリーが GM パワーユニットを搭載することに興奮していると語った。私たちの深いエンジニアリングと、レーシングの専門知識により、成功するパワーユニットを開発し、アンドレッティ・キャドラックを、真のワークスチームとして位置づけることができると確信している。私たちは、情熱と誠実さをもって、最高のレベルで走り、世界中のレースファンのスポーツを向上させる。コメント FIA 会長のモハメド・ベン・スライエムは、キャデラックが、独自のパワーユニットを製造することを約束したことを受けて、アンドレッティの F1 入札は、スポーツにとっていいことだと主張したという記事。GM の PU 製造の発表。FIA 会長の歓迎コメント。少しずつ FOM、フォーミュラワ1、グループも追い詰められている感があります。